どうも、構図です。今回ですけども、第5節柏戦速報版レビューということで、ちょっと1日経っちゃいましたけどね、レビューちょっと上げていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。新潟柏スターティングメンバー、小島マイケル、藤原、堀米、千葉、秋山、島田のダブルボランチに、太田、松田の両サイド、トップ下、高木にワントップ、谷口と。柏は木下康介が今季初スタメン、ボランチは白井と土屋のコンビ、ですね。それ以外は特に変わんないかな。サブは、ベンチはこのメンバー、安倍、早川、遠藤、宮本、長谷川元木、小見、長倉と、いうふうなところ。新潟には森田と豊島が柏のベンチにいるよと。おいうふうなところですね。フォーメーション図で見るとこのような形。新潟は 4-2-3-1、柏は 4-4-2 と。おいうふうなところ。この、土屋、そして木下のところが、ちょっと違うかなと。高峰、小山だったんですけどね。前節。新潟は、千葉、伝がいなくて千葉。宮本が外れて島田と。おいうふうなところ。太田が今季初スタメンですかね。小見選手じゃなくて太田選手。という形。そして審判山下良美で終わったっていう。まあ終わりましたけどね。やっぱり1点ビハインドぐらいあるよね。山下さん主審だとね。そして、スタメン見ての感想ですけど、太田正でガンガン仕掛ける感じかなと思いましたけど、結局関田ジエゴにめっちゃ止められたっていう。で、久しぶり間のマイケル千葉、まあやっぱり、スピードの問題とか結構あるっすよね。やっぱデンちゃんがいるいないの差も出たかなと。で、宮本ベンチはもマジで謎。秋山が島田がって、まあ秋山は結構秋山なりに良かったはずなんですけど、島田選手も前半こそ別にそこまででしたけど、やっぱ後半になるにつれて、やっぱりこの失っちゃいけないところでのロストが2回ぐらいあって、でその後追いディフェンスみたいな形で追うんですけど、結構危険めな追い方するんですよ。でそれ足引っ掛けてたらレッドカード出るよねみたいな追い方するんで、それはやっぱりちょっと心配かなと思いましたね。でやっぱり宮本がいての誰かと組ました方がいい気がしました。前半の単票、小島が守備でコグフと、もう前半でね、7点分ぐらい止めてましたね。スーパーセーブ連発。で、松田がジエゴに勝てないと、高木の調子が良くなさそうなのと、太田も責任に勝ててないのはかなりしんどいと。そう、この勝負で勝てないと、やっぱボール持っててもどうしようもない、ただのボール保持屋さんになっちゃう。そんな展開。宮本、長倉、長谷川、早く使ってほしいってところで、結局、その、柏はね、めっちゃハイプレスに来るんですよ。ハイプレスに来て、それをかわすと。例えば千葉選手とかそこが上手で、こう引きつけて引きつけて縦パス入れたりするじゃないですか。それは効くのよ。でも縦パスの先がサイドに行くのよね。要は中央固まってるから、柏は中央固まってるからサイドに行くんだけど、そのサイドの局面でここでこう勝てないってなると、奪われてまた中央攻められるみたいな、しんどい展開になる、わけ。苦手的にはだから、ここの個の勝負で勝って、じゃあ中にどうやってボール通そうかっていうところでも、やっぱその高木選手と谷口選手のポジショニングがあんまり合ってなかったりとか、高木選手がなんか そこにいてほしいのに降りてきちゃってたりとか、あんまりボールが前線に入らないからね、そこら辺のバランスとかがなんかちぐはぐだったなっていうのはすごい思うけど、めちゃめちゃ小島が止めたから、1点ビハインドで済んだねっていう感じっすね。本当に 4-0 とか 3-0 とかで折り返しててもおかしくなかった展開。前半は非常に出来が悪かった。で、これ普通に試合後の生配信でも話しましたけど、やっぱり今年ずっと前半調子悪くないですか。で、交代も遅かったですね、今回ね。で、山下主審はもう本当にどうしよう、どうしようって感じ。で、本当、小島いなかったら歴史的大敗まであったなっていう。13対1じゃないけどね。なんかの試合の13対1じゃないけどさ。柏対京都でしたっけ。で、1-1 で引き分けての順位表は、7位、勝ち点8ということで、まあ、非常に団子状態ですね、まだね、5節終わって。ということで、その他のポイント。水曜開催に岩田戦のターンオーバーを見据えてのスタメンではないかと。なんで宮本出さないのっていうふうに、そのスタメン後の、発表後の生配信で言ったら、岩田戦見据えてんじゃないですかみたいな。で、そうすると宮本、長谷川、長倉、ベンチスタートで、で、ベンチ外で、小野鈴木はね、怪我なのかわかんないけど、もうベンチ外と。まあ、この辺が岩田戦出てきたら逆に強そうとは思う。
まあ、ただ、やっぱ、デンと宮本いないと別チームかなってぐらい差がありますね。そう。かなり、やっぱ、ここの二人もキーマンだなと。まあ、小島は言わずもがなですけど。で、やっぱ、太田松、高木か。が、やっぱちょっと調子良くなさそう。いい時を知ってるだけに。で、高木選手は左足のクロスでアシストしたところは良かったんですが、まあ、試合通して見たときに、ちょっと長谷川元希をもう中央でスタメンで使った時のとの比較をしてみたいなぁと感じました。で、やっぱりな山下出身って、やっぱ走力が、やっぱりその J さばくにはかなり厳しいので、ポジショニングが悪くなって、選手のリアクションでジャッジしてんじゃないか疑惑があるんですけど、まあ以前からそれは話してる通りで、で、気になったのは前半終了後に堀米選手と秋山選手が、まあキャプテン、副キャプテンですよね、が駆け寄って、山下出身に駆け寄って説明を求めてるシーンで、やっぱきちんとコミュニケーションを取ろうとしてないみたいな。なんか例えば目見てちゃんと話してないとか、なんかこうあしらいながら、そのピッチから引き上げていくみたいな感じに見えちゃったんで、僕からはね。だそこが本質なのかなと。どういう会話だったのか非常に気になるなというふうなところ。で、あとやっぱ小島選手やっぱ神様でしたね。10点分、止めてました。22本非シュートがあって、枠内11本飛ばされてると。で、失点が1。だ10本セーブしてるわけ。だそもそもでは枠内に11本も打たせんなっていうとこなんですけど、だそこはやっぱデン宮本不在の影響かなっていう気はする。やっぱちょっと柏にカウンター食らいすぎてるのと、やっぱマテウスサビはちょっと止めきれなかったっすよね。で、小島いなかったら今年多分残留争いだったんで、そう思うとゾッとするし、やっぱ勝ち点、年間勝ち点キーパーで10以上変わるって僕はよく言ってるんですけど、もう10以上変わるかもしんないね、小島選手の活躍ぶりでは。で、なんか佐藤久人選手が、なんか、なんだっけ、牧野選手となんか会話してる動画見て、J1 と J2 の差ってなんだろうっていうふうな話題のところで、やっぱキーパーとフォワードの質じゃねみたいな言ってましたね。そこが圧倒的に違うと。そのそこ止めるんかいっていうキーパーが J1 にはいるし、そこ決めるんかいっていうフォワードが J1 にはいると。だから幸いにも新潟にはそこ止めるんかいっていうキーパー小島がいるから、J1 レベルですけど、やっぱ得点力だよね。小島があんだけ止めてって、1対1の展開。まあ、松田選手の超決定機もありましたけど、あれまあ長倉が直接行ってもいいし、そのもう一本手前の長谷川元気にパスしてもよかったんじゃないかなって、その判断の部分もあるけど、やっぱ決めきるっていう選手が、やっぱなかなかいない。だから鈴木と小野がここまで稼働しないのは想定外なんじゃないかと思うんですけどね。で、千葉はこういう時に決めてくれるっていう。ね、いつもなんかそういうイメージあるわ。38歳大ベテランがこういうしんどい展開でなんとかしてくれるのは心強いと。で、岩田瀬のターンはどの程度か心配。まあ、デン宮本が出たら、まあ、まあ、かろうじて、ね、その、やばいっていうわけじゃないけど、去年のアウェイ横浜 FC 戦みたいなのはちょっとやめてほしいなっていうは思う。そこまで入れ替えなくてもとは思う。だって、なんなら宮本だって普通にフル出場で連投させても問題ないと思う。なんかその、ね、ミッドウィーク開催に対して、なんか入念すぎるほどケアしてる気がするんですけどね。で、ボール持てても結局この勝負だよねっていうのは、松田選手、太田選手が、まあ、関根ジエゴに止められたっていうところが全てかなと。やっぱここで勝てないとやっぱ厳しいですよね。ハイプレスかわした後の局面さらに追い越せないと結局ゴールもできないとさっき説明した通り。で、枠内1本。やっぱシュート枠内に飛ばせば入ってる。その、僕はプレビューでも話したんですけど、柏のゴールキーパー松本健太選手は、やっぱ J1 の中ではレベル高くない。まあ、下の方だと思ってるんで、まあ、特に、まあ、千葉の同点だなと、もっとイケイケになったところで畳みかけたかったんですけど、まあ、そこで交代策もなく、圧もかけきれなかったと。せっかくね、柏のハイプレスが前半と運転の差で後半になって落ちてきたんですけど、采配次第では突然のような展開にできた試合だったかなと思うんですが、ねえっていう。あと、もうマテウス・サビオすげえと。ちょっと止められなかったと。やっぱ集中力と執念を再度、ね、求めたい。なんか、鈴木啓太選手の YouTube で、ドゥンガがゲストで出てて、なんかその岩田時代、ね、黄金期の岩田をどうやって育てたんですかみたいな。やっぱりその、どんなにいくら上手くても技術が高くても、集中力と執念があのチームには足りなかったから、めちゃめちゃ激を飛ばしたんだ俺は、みたいな。言ってて、やっぱそこなんだなと。
本当にそのメンタル、結局メンタルスポーツだから、そうね、昨日レディースもね、勝って超過密に行ってね、監督さんももう選手褒めてやりたいですと、うん、ね、もう感情こもったインタビューされてましたけど、いや選手とかじゃないですというふうに言ってましたけど、やっぱ結局集中力と執念、勝利への執念、だからマテウス・サビオみたいなのはもう必ず2人ついて、もう隙を与えないみたいなしないとちょっとやっぱやられすぎ、まあ、それがやっぱ枠内シュート、非シュート数11本っていうのに出てると思うんですよね。という、ね、だから個人的にはこの順位表を見て、ベルディ戦もそうだし、この柏戦もそうですけど、勝ち点4落としてるぐらいの勢いなのに、4取ってたら勝ち点12で2位ですからね、てっぺん取るぞっていうチームの勝ち点ですけど、やっぱりそこですよね。まあ、去年までだったら下手したら2連敗してるんで、勝ち点6だったかもしれないとも取れるんだけど、まあ、だからこそ松橋監督がこの勝ち点1をポジティブにっておっしゃってるんでしょうけど、いやーでも目標との乖離とか、まあ、少なくともベルディ戦か柏戦どっちか勝ち点3取っときたかったよねとは思う、そうしたら3位4位ゾーンにいるわけじゃん、勝ち点10で、10とか9でね、なんて思いました。いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。